維新陽気武道雑談。ある例をもって説明する。月の場合、月始め、それからついている途中、月終わり、この順序で初めて 1,2,3 の順序で並んでいる。で、月終わったところを握る、相手が握る。例えば私が月始めてついている途中で月終わると相手が握る。ここから相手崩す、まあ1回崩すんか2回崩すんか3回崩すんか知らんけれども、崩す、崩して投げる、または逆になる。形式的に、時系列的にこの順番で並ぶ。私の維新陽気武道では月始め、遅れて遅くてもついている途中を狙う。月始めに攻防1で狙う、またはついている途中を攻防1で狙う。早い時点である。ところがある武道、特に名は言わない、月終わった瞬間ぐらいに、あるいは直後ぐらいに握っている、月終わりと握るのは同時か、あるいは握るのがちょっと遅れているか、どちらか。それから崩す、1回崩す時もあれば、2回崩す時もあれば、3回崩す時もある。それから投げるか、逆を取っている。逆の場合は、受け身する人間がうまければダメージはない、あまり。逆の場合はちょっとダメージがある。しかしいずれにしても、投げるとか逆までに随分過程を経ている。いろんな過程を経て逆や投げるに至る。私はこれは非常に短い時間であるが長くかかっている。遅い。私は月始めおよびついている途中を狙う。まあ月の例で言うたが、うちの場合も全く同じである。打ち始め、打っている途中を狙う。こんなに長い工程を経るのは反対である。遅い。そしてさらに、私は月打ちのうち月を中心にしてあまり打たない。打つのは遅い。打つのは遅い。破壊力も小さい。月の方が強い。けど、これ、担当を持ったらまた別だな。どっちでも威力がある。けど、担当でも
私は月の方が威力があると思っている。そして握った場合もここに書いていないが、まあだいたい月終わりのところに握るが入る。握ったら向こうが握って崩して、1回か2回か3回崩して逆や投げるに入る。これ遅い。そして私は握らない。握らないから相手も握れない。握るだけの間合いに入っているのならば、私は突く。まあ打突するよりも突く。するとこの突き終わりのところで話になる。こういうふうにある武道の動きの順序を見ているとこういうふうになっている。まずいと思う。この突き始めもしくは突き終わりが、いやいや、ついている途中が一番面白い。私は以前言うた、動いている途中。これは突き始めとついている途中のことを言うている。突き終わりで静止になる。極めて短い時間の静止になる。